の皆さん、こんにちは。今大変話題になっているグレートライフインターナショナル、実は昨日ここフィリピン、昨日ここのフィリピンに到着しまして、今日なんとフィリピンにある本社の方にお邪魔してまいりました。先ほどですね、社長の方から、プレゼンしてもらったり、いろんな商品の流通のさせ方だったり、今新しい商品の開発だったりをいろいろ説明していただきました。非常に分かりやすくて、非常に管理も行き届いている素晴らしい会社なんだなというのはよく分かりました。今日本でもここら辺に今商品ちょっとずらっと並んでますけど、日本でも見たことある商品たくさんあると思います。今どんどん流行ってきてますよね。特に、日本に今いるフィリピンの、人たちにすごく人気が上がってきている、グレートライフの商品でございます。これがこれからですね、どんどんまだ広がって、どんどん有名になってどんどん広がっていくだろうということで、さらに、こう品物がですね、スムーズに、そして価格を安定させていこうということで、グレートライフインターナショナルジャパンという会社を、設立することとなりました。で、実は、グレートライフジャパン、このように今トークもそれならね、それに対して定款なんかもできてたりするんですが、これによってこれからもっともっとスムーズに、もっともっと、みんなの手元に届く時間が短くなっていくんじゃないかな。でまたですね、商品の方も新しく出てきているようです。で、実は明日、このグレートライフインターナショナルさんが、1周年を迎えるということで、ここケソンシティで、2000人のお客様を迎えて盛大にパーティーが行われると。でそちらの方も、明日、参加してまいりますので、その時の模様はまた別のところで、お送りしたいなというふうに思っております。どうでしょう。はい、楽しみですね。楽しみです。明日SM ドームでよろしく、みんな来てほしいよね。みんな来てほしいね。みんなぜひ来てください。Yes, thank you.